はい、どうも、しゅうてぃぃです。りょうへいです。お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、2024年埼玉武蔵ヒートベアーズ取材と、はい、初取材ということで、お願いします。お願いします。本日、はい、4月6日、開幕戦なんですよね。おー。はい。ここですね。そう、こちら。レジデンシャルスタジアム大宮と。CA 大宮球場持ってます。そうですね、うん。僕も高校時代に使った、曲がありますけども。はい。県大会とかでね。うん。ちょっと場所なんですけども、すごい立派な球場ですよね。そうなんですよ。また今年もね、うん、呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、新入団選手が18人いるそうで、めちゃめちゃ多いんですよ。あれ？四軍制度取り入れた。すごいですよね。いい選手が集まってると聞いてますので。はい。で、しかもね、去年の選手でいうと2名ね、育成ですが、そうですよ。NPB 行ってますからね。行ってますからもう期待大ですよ。どんな選手がいるのかと。去年はね、素晴らしくいっぱい揉んでいただいて我々、はい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 、我々まさにキャッチボールさせていただいたりとかね、投手トレーニング入ったしね。そうしね。そうしねだって。ちょっと今動揺しました、まあ、そういったなんか楽しいところを、うん、お見せできると思いますので、はいはい、埼玉武蔵ヒートベアーズさん今年もよろしくお願いしま お願いします。そしてね、ご視聴の皆さんもね、楽しんで見ていただいて、もしね、見に行きたいな、生で見に行きたいなと思ったら、うん、足運んでみては、はい、いかがでしょうかというところで、もう今時間も時間なんで、ね、そうですね、はい、選手がね、もうアップしてるそうなので、行きますか。そうです、行きましょう。今日はね、カメラマンクリッチ君なんで、うん、クリッチも一緒に、3人で本日は撮影を、していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願い。はい、それでは行きましょう。ゴー。はい、というわけで、グラウンドの中入ってきましたけども、時刻は9時半ぐらいなんですけど、選手のセンターの方でストレッチとか体をほぐしたりとか、されてますので、一旦ちょっと選手を軽く見ながら、はい、インタビューできる選手はしていきたいなと思います。18人もいるとね、やっぱね、やっぱ人見知りってやっぱあるじゃないですか。やっぱ最初知らないから知るっていうこの場面で一番ドキドキするし、相手もドキドキするし、そっからもう多分2回目からもうグッとこう距離が縮まると思うので、最初はちょっと様子見できると思うんですけど、僕はもうガツガツ行こうかなと思います。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。それこそ一応もう一人いいですか。去年茨城から。あ、茨城。あ、はい、今日ボコボコにします。あ、ですよね。また折り合いますよ。あなたは去年愛媛から来たんですけど、50m 5秒4です。5秒4ですか。どうす、5秒4だよね。 50m 5秒6なんですか。はい、えぐ任せやへんで、はい、今日も出るんで。はい、お一人目の選手を呼びしました。お名前お願いします。古賀悟と申します。古賀選手、はい、お願いします。お願いします。去年までどちらにいらっしゃったんですか。愛媛マンダリンパイレーツにいらっしゃって、はい、今年からこっちと。今年から、はい。もともと出身はどちらなんですか。出身は福岡です。あ、福岡なんですね、はい、埼玉どうですか、ぶっちゃけ。埼玉ですか。あ、住みやすいですね。住みやすいですね、まあ、球団もみんな明るくて、はい、監督もすごく気さくな方なので。そうですよね。やりやすいです。なんか温泉とかも入られてます。入ってます。入りじゃないですかね、サウナとか。結構サウナ結構好きです、ね、好きっすか。はい。じゃあね、元この選手もなんかサウナに働いて、あ、ね、はい、近所さんとか、はいはい、熱波とか。そうですね、なんか僕はまだ会ったことないです。ないですか。はい、なんかおいおい、なんか一日店長とか多分やるとやりますよね。あ、そうですね、多分、はい、そこで多分こう熱波とかやると思うね、はい、そういうなんかのも楽しみながら。足めっちゃ速いってさ聞いたんで、はい、あれ5秒4でしたっけ。5秒68。5秒68。5秒68っすよ。なん手動なんですけど。あ、でも周東さんとかあの辺だったと思う。今年ちょっと一緒に自主トレさせていただきました。え、マジですか。はい、え、一緒に走ったりはしないんですけど、走塁とかその辺も細かい走塁とかも多分やってると思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。2人目の方に来ていただきました。お名前お願いします。市川コードです。市川さん。市川選手、年齢は結構若いですか。今21で、今年で21になって。あ、20。すいません、今20歳で。20歳で11月で21。21になります。あ、じゃあ若いですね。ってことは21ってことは、なんか昨年まではどっかいらっしゃったんですか。大学を途中で辞めてから、うん、1年、高卒1年目の時に香川の独立に行って、はいはい、で去年は茨城。はい、で今年埼玉に。なるほど。埼玉の印象ってどうですか。まあ住んでみてもそうだし、チームの雰囲気とか。埼玉の印象はやっぱ都会だな。都会一番ですよね。都会か。大宮とかが。あ、まあそうっすね、はい、大宮。そうっすね、大宮ぐらいしかないのかな。
大宮しか出せないから出せない気がする、まあ、あとせめて浦和、あ、そう、まあ、浦和もそうかな、うん、守備位置はどちらですか、ちなみに去年まではショートやってたんですけど、はい、今年はサードをメインに、サードメインやってます、内野手ということで、はい、じゃあなんかね、今後多分使っているグローブとかちょっと見せていただいたりし、はい、多分すると思うので、僕らもグローブ大好きなんで、こいつがもう超大好きなんですよね、僕も大好きですね、大好きですか、インスタとかでチェック、あのいろんな流れとかで見たりするのが話あるんじゃないですか、ちょっとあの30分ぐらいで終わらせてください、長い語り合いましょう、そうですね、プレー的にはなんかこう自分はじゃあ打つ方だとか守備の方だとか足だとか、なんかアピールポイント、メインはバッティングなんですけど、はい、まあ、どれをやっても波以上はできるな、波以上はできるでも全部もうね最高でいきました、バランスが武器かなと思う、あ、バランス武器、あ、なるほど、だ結構ミート力って得意な、右打ちですか、左打ちです、左打ち、ちなみになんかあの足速い方ですか、小賀さんほどじゃないですけど、小賀さんをちょっとね入れちゃうとちょっとあれですけど、まあ、50m は 6.1、 あ、はい、全然速いですよね、今日試合はちなみに出場始まりました、ちょっと僕 の、 あの 推し選手がこうどんどん出てくるんで、試合中がっつりちょっと見させていただきたいと思います、僕もあの何年だ、4年目、取材4年目ぐらいなんですよ、で、はい、僕も埼玉出身なんで取材させていただいたりしてて、まあ、吉野さんとか、ね、清田さんに特によくしてて、去年なんかもう清田さんに、清田さん、キャッチボール相手してて友達ですね、そう、ノックのキャッチャーしてとも言われて、一応こう持ってきてですよ、こうやって今日もじゃあ、受ける気でもし話があったらもう、喜んでいきますとすいう感じで、はい、お願いします、お願いします、あ、まず、そう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 。